コンソイ、キュウリキュウカンバーだぜ、コンボー。じゃあ、エンダーリリーズ、今回も進めていこう。スタート。じゃあ、ここのレストポイントから進めていこう。さあ、こちら、ダイブ。うわー、怖えー。カタコンベ。はい。雨の影響で崩れて閉ざされた道も多いようだが、これまで見つかっていなかった古い民の遺物や秘書もあるらしい。これは探索のしがいがありそうっすな。たくさん探していこう。おお、降りたら残滓あんのね。オッケー、了解。はあ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 、下の道はここです。ここから、うい、オッケー。で、左側は何もなくて右側のみか。無限に話湧いてくる。これあ、これだ。これを壊さないと、ここからいつまでも湧いてくるってことだ。とりあえずここまで来たけど、この先は何？古き墓守さん、はい、了解です。まずは距離を、おー、おいていて、あ、べべべべべ、動きを阻害されるのはまずいね。はいはい、おお、なるほどね。着地ちょっとで、距離を置くとあの攻撃されるのか。オッケー、よいしょ。やべ、あぶね、怖い怖い怖い。よいしょ、いていていて、はいはい、オッケーオッケー。あ、やべ、やばい。オッケー。おいしょ。痛い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 。よいしょ。よいしょ。痛い。一個食らってる、一個食らってる。バッカ。いって。ちょっと待って、回復。はい。いやー、なんで？やばい。オッケー。いやー、避けられてないよ。オッケー、回復。待って、これね、これね。よいしょ、よしよしよし。よしよしよし。ご利用しちゃったけど。まあ、しゃない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 。オッケー。はあ、最後に、白ミクス様を見れてよかった。よかった、よかった、よかった。ああ、びっくりした。はあ、危ねえ。オッケー。あ、そもそもこのところの白ミク様の墓守だったんかな。魔法弾を散布し、触れた敵にダメージを与えつつ、少しの間、動きを封じる。あー、あの、蜘蛛の巣みたいな攻撃か。長く地下で過ごし、カタコンベを守ってきた。墓守の最後の願いは、息子の墓守に見とられ、静かに眠ることだった。息子の墓守に見とられることできたんかな、気になるな。よし、じゃあ、この先も行ってみよう。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。いや、でもこの先なんかありそうだな。いや、違う。これは、レストポイントだ。オッケー。じゃあ、一回ここで休んでおこう。動き封じるは使うかな？ちょっとわからんから、このままでいいや。じゃあ、読んでみよう。双子城塞の防衛戦、2章取ってないな。ちょっと一回後で戻ろうな。長きにわたる戦いの末、泉の白巫女はついに獣の浄化を果たす。以後、なんだ？けど、まあいいや。の領域より獣が現れることは少なくなり、果ての国には平穏が訪れた。国防の象徴たる息子城塞、ああ、息子城塞じゃない。双子城塞は、風の白巫女の力によって建てられ、泉の白巫女によって守られた。白巫女様たくさんいるんだな。よし、こっち行ってみよう。また別個の道じゃ。これ壊せるやつ？OK、壊せた。はいはいはい。到着しました。レバーを引くことによって、あ、下に下がるんね。じゃあ下行ってみよう。オッケー、なんですか。キルティスの指はスキルのリキャストタイムを少し軽減する。ほうほうほう。巫女は魂を受け継ぐ導きの巫女、キルティス。ほう。極意の騎士が解読した古い文字が刻まれた指輪。ちょっと読めないんだよね。江戸の地で見つかったものという、それは果ての国の建国以前の、代物らしい。はい、ここは泉の白巫女の部屋のようだ。ほうほうほう。フリーティアの手記に、浄化をするとみんなが喜んでくれる。私でも役割があるんだって思うと、やめることはできない。何もないと思っていたから。白巫女としての私は必要とされている。絵を描くのが好きだったようだな。ほんとだ。三人の白巫女がいる。オッケー、上からも、ここのレストポイント来ることできました。フリーティアの手記1はこっちにあったのか。私の生まれた日にいなくなるなんて理由だって教えてもらえなかった。もともと体が弱かったなんて嘘だ。
きっと汚れを引き受けすぎたからだ。私も同じようになるのかな。白巫女として生きて母親はどうなった？母様はどうなった？私はどうしたらいいの？なんか大切な人がいなくなってしまった。それも3、なんか、誕生日に。そうか。嫌だな。ここ、上行ってみよう。あそこにいるけど絶対届かねえ。あそこにおる。ぴょん、ぴょん、届いた。よし、先じゃあ上行こうか。やばい。ちょ、ごめん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 。マジでごめん。ロックされている。ロックされている。よし。お守りのかけら、手に入れたぜ。やった。次、こっち。お、ここもレストポイントだ。オッケー。なんじゃあら、ほい。はい。白巫女の継承について、三代目の白巫女になられるフリーティア様は、東の泉の名を受け、白巫女を引き継がれます。シルバー優秀な守り人ですが、若くして白巫女になられる重圧は、計り知れません。王城で過ごされるよりはまだしばらくは片コンベや故郷である崖の村で過ごされるのがいいでしょう。風の白巫女様の願いでもあります。私たちでできる限りお助けしなくては。シルバーさんがなる。でも優秀な森人だけど、フリーティア様がいて、で白巫女になります。それについてるシルバーさんは優秀だけど、まあ、だからといってフリーティア様が楽になるかっつったら重圧は計り知れないよねってお話。うわ難しい。ここ下から来んの？マジか。おおびっくりした。下抜けるじゃん。ここ落ちたら登れないんか。そうか、じゃあ右側行くしかねえや。なんだ、双子城塞の防衛戦一章東の果て、領域より災い来たる押し寄せるは獣の群れ。獣を従える赤き汚れの王。これと今回は戦えるかな。戦いたいな。それはこれまでに至る古の民たちの怨嗟が形を成した恐ろしき姿だった。あれだ、前回かな、あのなんかすげえ下の方で、黒魔女さんのさらに下の方でなんか見かけた、あのすげえぐちゃぐちゃぐちゃってなったやつかな。あの子とはまだ戦えなさそうだからいいや。双子城塞にて待ち受けたのは泉の白巫女と国の危機に立ち上がった勇敢なる騎士たち。騎士たちは何度も倒れようとも立ち上がり戦ったと。お逃げを、地下に進んではなりません。あ、マジで。でも進むんだ。ありがとな、教えてくれて。ここもうなんで青が右にオレンジにならないのか分かんなかったわ。なんでだろう。探索むず。やべ、これ死ぬ。うえー。はい、レバーがありました。下かよ。はい、地下の境界。白巫女や周りビートがいた痕跡がある。何か思い出せないか。いやどうだろうな。まあいろいろ調べてみよう。はい、シルバの出記。シルバ、森人の人か。双子城塞にいた騎士や兵士たちはおかしかった。倒れても起き上がり、汚れをものともしない。あれはまるで獣そのものだった。白巫女様に聞けば教えてくれたのかもしれない。あの場にいた私と白巫女様以外みんな獣しかいないのかと思うほど怖かった。じゃあね、みんな獣しかいないかと思うと怖かった。シーグリッド、ごめんなさい。あなたを守るために森人の座を奪ったのだから。私はやっぱり森人にはふさわしくはなかった。シーグリッドさんのお姉様だ。落ちた。やばい、怖い。はい、何読む。シルバーの式に獣の王アンナのを見たのは初めてだった。ああ、あのぐちゃぐちゃなやつね。私は足が震えて動けなかった。泉の白巫女の守り人なのに浄化が終わってから私は何が何でも浄化を止めなくてはいけないことに気づいた。そうだな、汚れに耐性があるとはいえ、それほどまでに白巫女様の汚れの進行はひどく、動くのもままならない状態だった。やっぱり汚れ進行すると良くないんかな。レベルが上がると何スピードが落ちるみたいな。それはなんかまた違うか。どういう状態なんだろう。おう、タケルザーン氏いただきました。え、こっち行けねえじゃん。よいしょ。オーケー、ザーン氏ゲット。オッケー、抜けられた。マジ迷子った。下は行けない。レバーが必要だ。白バラ欲しい、白バラ欲しい。ちょっと待って、白バラもしくはレストポイントに。オッケー、レストポイントに行けそう。
オッケー、こっち側を解放することができたぜ。イエイ。じゃあここ読んどこうか。なんかあれ、フリーティアの手記4、いつも聞こえてくる後継者の話。もう私は使えないの。王家の血なんて知らない、よくわからない、子供なんていらない。あー、これはお母様の話だな。で、なんか引き継がれるっていう話だったわ。そういえばそんな話してたわ。上行きます。たどり着いた。バカ。何してんの。バカじゃん。あれは毒の壺ね。了解。おお、それ敵かい。マジ壺超え。いそうだよね。はっはっは。そこは、そこは楽っしょ。あっ。けい、これ大事。はあ、よし、取ることできたぜ。ああ、これか。行くと、どこに何が来るかな。来た。オッケー。来たよー。はい。上に上がりまーす。やば、怖っ。やば。もう、ほぼ、ただでもらったみたいな感じ。スロット上限解放。上行きまーす。ほう。ここは、白巫女の森人の修練場でもあったようだな。修練場、そうか。せめてこの子を倒しきってからの方がいいかな、回復すんのは。と思ったけど、回復ができねえんか。白バラもっとなんのか。ちょっとやばいな。やばいな。あ、でもここでめちゃめちゃにレベル上げできる。修練場ってそういう意味。依存し。はい、救済。オッケー、ここの下に繋がるんな。なるほどね。これで、まあ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 。割と左側埋められたんじゃない？なんとなくだけど、もうこの後、右行ったら、ボスなんじゃねえかなと思うんだよね。この右下あたりにレストポイントあるんじゃねえかなと思うんで。まあ、まだまだ探索していこう。お、なんかある？読む、なんでしょう。はい。書きかけの式の破片。白巫女様と禁じられた領域へ行くことになった方。汚れを救う手段なんて、浄化以外にあるというのだろうか。シーグリッドにしばらく会えなくなるのが何より辛い。声を聞かせてほしい。今すぐ抱きしめたい。私のものでいてほしい。もし逆の立場だとしたら、こんな危険な場所へシーグリッドを連れて行かれていた。ははは。そんなことは耐えられないからこれでいい。シーグリッドがいれば私は、まあ、シルバーさんめっちゃ頑張ってたんだなっていうのが伺え。ちょっと待って待って待って。何シルバさんじゃん。シークリットのこと思ってるシルバさんじゃん。ここにおんのかーい。こんななんでもないところにおる。マジか。だいたいハンマーでの攻撃っていうところは、動きとしてはほぼシークリットさんとそんな変わんないかな。そんなことはねえんだけど。そんなことはないんだけどね。あー、解放軍第2段階何してくんの。あ、行って、間違えた、間違えてる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 。もう回復できないよ、お前。はーい。黒の魔女、イレイエンさんのスキル、上げてやろう。よいしょ。待って、これで、与えるダメージ量増加か。それぐらいだったらいいかしなくても。あと、シグリッドさんは使うから、シグリッドさんも、与えるダメージ量上昇ぐらいだったらやらなくていいか。よし、これで戦いに行こう。うわ、やばい。マジで？いや、まあまあ、シーグリッドさんがああなったからなるだろうなと思ったけど、そうですよね。なに、絶望すぎるだろう。エキシビションマッチぐらい？簡単な子で会ってください。そんなわけないよね。ひー、無理だよ。やばい、やばい。やばいや。なんだよね。わかんない、わかんない、わかんない、わかんない。何でダメージを負ってるかわかんねえ。いや、割と残ってる状態で来れたよ。さっきもでもそうだったん。ちょっと待って待って、もうちょい真ん中で戦ってくれんか、あんた。端っこにいんのは卑怯だって。そっか、端っこにいるんだったらシーグリッドさん置いてたくさん攻撃してやりゃいいんだ。ほら、兄弟の絆。ういしょ、はい、死ぬ。あとちょっとマジであったのに。もう、よっしゃ、よし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 、やりきった。マジ長かった。マジきつい。何にも謝る必要ないよ、シルバーさん。あんたはすげえ、シグリッドさんを守るために頑張ったって。私は泉の白巫女の森人にふさわしくなかった。
汚れから救う手段がようやく見つかったと思ったのに。え、見つかった。最後は逃げ出すことしかできなかった。いや、あんた頑張ってたってわかんないけど、汚れの根が溢れて、たくさんの人間が取り込まれた。あ、そうなんだ。地下教会の信徒も森人も皆、獣になってしまった。そうだったのか。自分の体ではないみたいに得体の知れないものに突き動かされる。あ、自分もそうなんだ。魔術師たちに飲まされたあの薬。白巫女を助けるためだと言っていたのに。守るどころか。この手で、たくさん殺した。獣になっても、自我を保てる薬なんかな。これが汚れの狂気。それとも、本当の私の姿なの。意識が途絶える前に、シークリッドに会いたかった。私の本当に守りたかったもの。守れなかったな。愛する妹。この手で、どっち守りたいであってほしい。それとも、これが汚れに飲まれて、なんか倒したいみたいなんだったら辛すぎるぜ。いやでも守りたいだよな。はい、森人シルバさん。土による連続攻撃を行います。長押し入力によりチャージが可能です。チャージ攻撃はより広い範囲に大きなダメージを与えることができます。おー。まあ、ゲルロットさんよりも、ちょっと使い勝手の良い土って感じかな。パワーっていうよりは。シルバー最愛の妹を守るため森人となり、泉の白巫女の護衛という大役を担った。それが妹から疎まれることになると知りながら、分かってながらな。はい。え？何？何？地上空中時に ZR。森人の翼。はぁ、あ。森人シルバの汚れた翼により回避行動が強化される。地上空中では滑空による素早い滑空？おぉ！いいね。いいね。今まで行けなかったところにたくさん行けるようになりそうだよ。森人シルバの汚れた翼の力を借りることで回避行動が強化され、地上空中では滑空による素早い回避になります。いいね。大きの解放を、奥義ゲージが溜まった状態で上ボタン、発動したいメインスキルの攻撃ボタン。はっはっは。白巫女が多くの汚れを引き受けたことで、多くの汚れを引き受けてしまったことが目覚めた古代呪術。汚れの魂の力を解放し、獣だった頃に使っていた必殺の奥義を繰り出す。はぁ、あ、はいはいはい。国威の騎士の場合は、あ、これシーグリッドさんだ。ああ、違う、今のはシルバさんかな。わかんない。奥義ゲージは敵に攻撃をヒットさせると溜まっていきます。奥義ゲージが溜まった状態で発動したいメインスキルで、奥義が発動し大きなダメージを与えることができる。オッケー、これ活用していこう。ああ、極意の騎士。泉の忍び子の森、護衛の森人。では、この近くに。そうだな、泉の白巫女がいると思う。やはり汚れが進行している。ああ、巫女が倒れた？え？大丈夫？巫女は汚れても意識まで失われることはないというが、それでも、その汚れを受ける苦痛は、やばいよね。待って。髪がさ、なんなら黒どころか、ちょっとなんか固まってきてない？やだー。浄化も大事だが、自分のことも気にかけた方がいい。その通り。もう残っているのはお前一人かもしれない。巫女がな。誰も、咎めることもない。逃げることは、悪いことではない。まあ、そうだと思う。私はお前には生きてこの国を出てほしい。うん。え、あ、お母さんかな？目覚めてはいけなかった。それでも、託すしかなかった。ない。ごめんなさい。今、託すしかないは国威の騎士に言ってんのかな？汚れの運命を断ち切れるのはあなただけ。地上のまだ清らかな水が残る最果て。辺境の泉へ。辺境の泉に行こう。あれは。ということですよ。ということですよ。ちょっとね、まあ、これで、ちょっと待って。じゃあ、A じゃない。滑空ができるようになった。上方向にはできないか。OK、OK。これ、あ、OK。地上でもこうなってんのね。ちょっとじゃあ、これによって、また行けるところ増えたと思うので、
またちょっと探索もしたいと思うが、ちょっと今回はマジでシルバさん強すぎて、神経をバチクソに、あ、これね、はい、これで斬していただく。バチクソに使ってしまったから、今日はちょっとここまでにしよう。よいしょ。ってことで、ここまで見てくれて、センキュー、コンボ。概要欄にある家庭菜園ってところで毎日配信、動画投稿してるからチャンネル登録とかコメントよろしくな。よいしょ。はいじゃ。さいばい。